チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、出かけててね、帰ってくるの遅くなって、もうお昼ご飯作るのめんどくさいからね、その時は非常食のカップ麺を食べます。これカップヌードルのカレー、カレー麺です。食べましょうね。ちょっとね、無事で出かけてたらね、遅くなっちゃって、しかも学校から帰ってきてるから、もう給食終わってるからね、食らんとあかんしね。あ、こぼれる。角度難しいわ。はい、もうちょっとか。はい、で、ああ、あんまりこぼれた。これ渡らんくなっちゃうな。ああ、めっちゃこぼれた。はい、ということで、カップ麺を食べましょう。これ時間がね、約3分やから。えい、シリー、タイマー2分。はい、タイマーを2分にセットしました。なんか声おかしいなしね。よいしょ。上げるにはちょっと足らんかな。ちょっと足らんね。小さじ1で出しましょう。今日そや、お茶こうできたんや。ちゃおちゃお、こっちにしようかな。今日ちょっとね、違うお茶を買ってきてね、でこ、よいしょ。よもぎ茶、よもぎ茶はね、がん予防にもすごくいいしね、体にいいんやけどね、なかなか売ってなくてね、今日ちょっとアグリマートっていうとこ行った時に売っててん、ね、そこでね、買ってきてんけどね、これをね、ちょっと入れときましょう。こんな感じ。あ、よもぎのいい香りしてる。昔から飲む、食べる、よくする、香りを楽しむなど、暮らしに潤いを与えてきたよもぎは人々の生活の中で生き続けてきました。このよもぎ茶は東吉野村で栽培したよもぎを加工し、飲みやすくしたものです。体を温め、心をリラックスさせるお飲み物としてお試しください。よもぎ茶を一つまみ3から5グラムを急須に入れて、熱湯を注ぎ約1分置いてから飲んでください。はい、ラーメンできたね。食べましょう。これね、600円やってね、アグリマートっていうところでね、何本入ってんだろう、95g 入ってる。ちょっとね、試してみたいと思います。ではカップ麺いただきます。ではのびね、よいしょ。うわ、カレーが、チーズ入れたら欲しいんだけどね、今回ちょっとデフォルトそのままでいきましょう。ゆうきゃんのりんちゃんが食べとったやつやな。いただきます。
懐かしいな、カップヌードルのカレー。今日はこれは賞味期限切れてるんだからじゃないんだけどね、あの帰ってくるのはまあまあ遅くなってね、ぐるぐる回ってたらで、もうお昼過ぎて、今からまあご飯炊くのもちょっと遅いし、うどん茹でるのもあれやし、ね、もうカップ麺でいいやみたいな。これでもね、保存食を買っておくと楽になんとかなるしね。手抜きって言われたらそれでいいんです。おいしいな。ちょっとチーズ入れようか。チーズを入れるとさらに美味しくなるんでね。味が変わるね。よもぎ茶が出てるかな。これで、あ、いい香りの、よもぎの香りする。癖はある、よもぎの癖はあるけど美味しいね。もうちょっと入れとくか。切るとこだっけ。メモのスナップショットやから、
どうなることやらです。受けてね、市場は3時頃か5時頃か再開するから、どう動くか楽しみね。久々に食べたらカップラーメン美味しいな。カップラーメンであのカップヌードルのカレーね。ビビロー食べた、スープを最後まで飲んでたけど、最近スープ飲むのはちょっとしにくくなってきてね。カレーやったらね、そんなに不自然な味、確かに入ってるよ、もちろんいろんな化学調味料とかね。でもマシかな、他のほど食べとってしんどくはならへんけど、カップのカレー粉といたいねんな。そうやったら食べやすいかもかな。何が入ってるか書いてないけど、あ、ふてや。あんまり不自然なもん入ってない。でもええものは入ってない、もちろん。食塩とか糖類とか醤油で、炭水化物分解物とかで、小麦粉、で香味調味料、まあその辺はあれかな、糖類、マーガリン、食塩、ピーナッツ、バターは、まあ、けど加工でんぷん、アミノ酸、調味料、乳化剤、カラメル色素、まあ体に悪いね。でもこの前ね、なんかのラーメン食べた時にもうスープまでしんどくなったんやけど、ちょっとカップヌードルやったらマシかもわからへん。カレーでやっぱごまかされんのかもわからへん。ごまかされんの食べていいのか悪いのか食べたらよくはないんやけど、緊急時にね食べられへんかったらお腹すく、これやったらね、変な話スープね、ラーメン食べてでスープ置いといて、そのスープにご飯ぶち込んでもう一回煮たら2食で食べられるでしょ。こんな感じでね、非常時は何かとお腹を入れないと、やっぱり1食で1日1食で十分やねんけど、お腹減りやん。そうやったら小分けにして2食にして食べてもいいと思うしね。そうやって非常時になんとか体に入れられるようにね、ちょっとこういうのも普段から食べとくっていうのも大事ちゃうかなってあっちゃん思うね。やっぱりこう何が起こるか分からへん、この世の中。だから、ね、非常食を置いとく。それで非常食もたまに食べるようにする。それで、普段は健康的なものを食べる。なんか大事ちゃうかな。今日の夜は完全オーガニックで、自撮りで食べたいと思います。まあ、そんな感じでね、ばらつきはあるけどもね、いいものを食べて、時々、良くなかっても、生命維持のために食べる日が来た時に、その準備として体を慣らしておくっていうのも大事ちゃうかなと思います。ということで、今日はカップヌードルのカレー味食べました。ゆるキャンのカレー麺というやつね。はい、味は美味しいです。ごちそうさまでした。ということで、今日、あ、そうそう、よもぎ茶。普通のお茶とは違ってね、ほんのりやっぱり野草、草の香り、よもぎの草の香り、青臭さは残ってるけど、あっちゃんは嫌いじゃない？よもぎ茶葉ってね、がんにいいって言われてるんだよね。がん予防の効果とか、がんを撲滅する効果がある。まあ、民間療法やからね、がん治るよとは言われへんねんけども、がんとかにもすごくいいんで、よもぎを取り入れるっていうのはありだと思います。で、これ、
奈良の東吉野で採れたね、よもぎ、弘法伝説にも残るよもぎは東吉野の、気候風土が見出したよもぎ、新吉野よもぎ、大自然の思いをたっぷり受け真心を込めて大事に育て上げたよもぎです。よもぎの茶葉、よもぎっていうのはね、あの弘法大師がね、体にいいよって言ってた、もうその頃から作ってたって言われてるね。もう昔から作られてるあのよもぎなんで、ね、これがね、飲んでもいいし食べてもいい、お風呂に入ってもいいし香りを楽しむのもよしってね。もうよもぎの草餅と、今なんかで草餅、奈良県結構草餅有名だけど、草餅の材料にもなるしね。よもぎってすごい体にいいんで、ぜひぜひよもぎ、癖はあるけど取ってみてください。お茶としてね、抹茶は嫌いじゃないけど、ちょっとね、どっちかって言ったらお茶っていうより薬膳茶、薬草茶みたいな感じ、ハーブティーみたいな感じともまたちゃうねんけど、和ハーブやね、うん、うん、癖は強い。確かに普通のお茶のような、あの清涼感っていうのか、お茶の美味しさ、さっぱり感っていうのよりも、どっちかって言ったらね、葉っぱを、薬草、野草を飲んでる感じ、うん、青臭さっていうのかな、葉っぱさは残るんやけど、好き嫌いあるか分からんけど、薬やと思って飲んだらいいと思います。センブリ茶ちゅうの、センブリ茶苦いやつやね、なんだ、まあ、その辺のね、いろんな葉っぱを薬や言うて煎じて飲む、まあ、あの和漢、ね、和の漢方やねんけども、っていう療法があんねんけど、その時に飲む、花粉症に効く、花粉症のアレルギーにが良くなるよとか、喘息にいいんだよとか、風邪の時これ飲んだらいいんだよって、いろんなお茶飲まされたあっちゃんもちっちゃい頃ね、その時に飲んだ感じのお茶に近いかもからへん。お母ちゃん昔センブリとか、なんや、ドクダミとか、なんやかんいっぱい買ってきてね、ダイエット茶言うて飲んでたんや昔。その時に一緒に飲まされとってんけど、それに近い感じ の、 あの葉っぱの味がする。みきちゃんもね、がんになってからあのドクダミとかいろんなもん買うてきて、自分でブレンドしてね、お茶作って飲んでてん。それもあっちゃんも一緒に付き合って飲んでてんけどもね、おいしくないわってみきちゃん言いながら飲んでたけども、あっちゃんも子供の頃から飲まされとったから飲めんことないからね、一緒に飲んでてん。みきちゃんがね、一人やったらかわいそうやんか、あのまずいの、でも一緒に、うん、大丈夫でーって飲んでてんけど、ね、実はあっちゃん飲めへん人じゃないのよそんなもん子供から飲んでるからね。で、あのある意味ね、このね、よもぎ茶は子供はどうかわからへんけど、あっちゃんは嫌いじゃないな、まあ、もう体にええんで家族で飲んでいきたいと思います。これからもね、和茶っていうのもね、いろいろ、やっていきたいと思います、ね、お茶好きなんでね、今までそんなやってなかったけどね、やる余裕がなかった。でも今はだいぶね、いろんな生活するにもね、時間的なもんもやし、いろんな生活するもんにもね、余裕は出てきた。確かにお金に対する余裕はないけどもさ、でもそういう余裕を持つことっていうのも大事かなと思って。どう、こぶちゃに、あ、飲める、飲める、いけるみたい、よかったよかった、うちの子やね、やっぱりね、はい、ということでね、よもぎ茶、体にいいんで、これからも飲んでいきたいと思います。まあ、いろんなね、今大和茶とか伊勢茶とかね、あの東吉野のね、よもぎ茶とかね、いろんなお茶が今うちのお家にあってね、いろんなお茶楽しんでいきたいと思います。では、ごちそうさまでした。まあね、体に悪いカップ麺食べた後に体にいいよもぎ茶だったらね、まあプラマイゼロでいいのかなっていう勝手な解釈で終わりたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯、カップ麺とよもぎ茶、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。